ゴールキーパーパク・イルギュ、フォーバック右から原田、山崎、キムテヒョン、丸橋、そしてボランチが福田と川原、右に長沼、真ん中堀米、左菊池、トップの位置には富樫、ゴールキーパー前川、フォーバック右から酒井、山川、マテウス・トゥーレル、そして初瀬、中盤の底に荻原で、その前に山口と宮代、前線3人は武藤、大迫、広瀬、こちらは前節から初瀬スタメン入れ替わっております。さあまたここは初瀬、初瀬からのボール、飛び込んできましたが奥、ただ枠には行かず、ツーレルがファーサイドから飛び込んできましたが、まあ合いはしたんですけどね。そうですね、でもディフェンスもしっかりとね、あのくっつけて、まあでもあれですね、離されてますね。あ、大迫うまくかいくぐって、これはファールないよというところで福田で奪った。さあ今度は鳥栖がカウンター、迫力持って運ぶことができるか、富樫中にも2人3人入ってくる、富樫はどうするか、富樫そのままいった、富樫こぼれ球、いやー富樫が中に3人いたんですがシュートを選択、そのこぼれというところでしたが、うまく武藤も前を向く、武藤と武藤の強烈な右足はクロスバー、いやー見せ場十分のショットでしたが、武藤いやらしさが出ましたね、ここから行きましたね、もう一人ほどの子ですよね。初瀬からのボール、ヘディング、おっとパクイルギだ、武藤のヘッド、いやパクイルギのビッグセーブが飛び出しました。完璧な位置でね、完璧なシュートでしたけど、完璧なセービングでしたね。いやまさにそんな感じですよね。初瀬、おお、これはちょっとデザインしたような形になるか、宮代だ、宮代中に入れる、左足まだあるか、山川もいった。そうですね、まあ、山口があそこにいて何をするのかなというところで見てましたけどね、宮代の飛び出しいいタイミングでしたね。で大迫がシュートになるね、はいはい、まあ、前半の途中から入ったイーノに代わって後半が頭から佐々木入っています。佐々木、早速その佐々木、そして大迫、いやいきなりビッグチャンス、佐々木大迫のラインでしたが、いや綺麗に崩しましたね、まあ、ここに宮代がポイント作ってここで佐々木を預けて、まあ、クロスも、ね、また抜いて抜けてきたと大阪も、ね、しっかりそこ反応してましたし、さあ堀米狙っていきましたが、そのまま前川、距離はあったんですけどね、今狙いましたね。そうですね、でもシュートがなかったんでね、一、はい、つ打つのは大事ですよね、うん、はい、佐々木、そして宮代だ、運ぶ運ぶ運ぶ、そして大迫、パク・イルギュ先に出た、こぼれもパク・イルギュ懸命にキャッチ、いやいい判断でしたね、パク・イルギュ、はい、川原直接狙うシュートでしたが枠にの上というところですね。そうですね、まあ落としきるにはちょっとこうボールも滑るので引っ掛けきれないというところはあったかもしれませんね。さあここはヒアンだ、一気に湧き上がるヒアン、狙うかマルセロ、ヒアン前川、いや今日のコンディションを考えると非常に面白いシュートでしたが、ヒアン、そうですね、ちょっとこう転がしすぎたかなというか、ね、ボールに勢いが出なかったんですけど、そうですね、はい、でも前川もねしっかり触った後ね、うん、冷静にもう一回反応したので、ね、でしたね、良かったですね。さあヒアン、そして中原だ、中原のクロスも持ち上げる、どうだ、今は絶好機でしたが枠にいかず、いやいきなりチャンスを演出した中原のクロスに長沼、いやー鳥栖が初めてこの試合と言ってもいいような大きな決定機でしたが、松川さん、いや素晴らしいボールでしたね、まずこの中原のクロスです、はい、いや中原これつなぎに行く、そして原田、でまたクロスがある、武藤、最後武藤競り勝ちますね、ああいうところはしっかりと、そういうところがやっぱ強さですね。
強い神戸を相手に鳥栖がなんとか粘りながらの0対0というここまでの印象ですが、マルセロ・ヒアン、ここから狙っていったヒアン、いいですね、ああいうシーンはね、迫力がありますし可能性が感じますね。さあ神戸も急ぎたい、トゥーレル、またここロングボール放り込むか、今度は佐々木、決めてひょん弾き返すが拾った山川で、試合終了の笛です。0対0ともに結果的には1点が遠いという内容に終わっております。